ナブリンの熱々夫婦。この番組は家族、友人、恋人、ご近所、人と人とのつながりや絆をテーマに、日曜日の朝あなたの心をほっと温めたい、そんな思いをテーマにした癒し系番組です。おはようございます、原田信郎です。おはようございます、遠藤信子です。お便りをいただいておりますよ。京都市左京区のラジオネーム、さっちゃんです。ありがとうございます。女性の方です。はい。来年50になる私ですが、うん、未だに家族はもちろん、うん、友人、ご近所、職場でも、はい、のんちゃんと呼ばれております。おー、甥っ子の1歳になる息子が、はい、私のことをのーんと呼んでくれるのですが、それがまるで犬か猫を呼んでるみたいでとても可愛いのです。可愛い。今は大きくなった甥っ子や姪っ子も、小さい時は私のことをのんと呼んでいて、知らないうちにのんちゃんと呼んでくれるようになりました。そうですか。いつその子がのんちゃんと呼んでくれるのか、うん、今から楽しみです。いやー、でもいいですよね、こうやってあだ名でね呼ばれたら。かわいい。僕はのぶろうでしょ。はい。ほんでね、甥っ子にのんのとかって言われて、のんの、いやそれもかわいいですね。他は誰もそう呼んでませんもんね、のぶろうさんのことね。そうやね、のぶりんとかね呼んでくれてますけども、のんのとか、ね、今でものんのっていう。いや、そう、かわいい。なんか、だから、まあ言うたら、もうおじさんと呼んでもいいぐらいのね。あ、でもおじさんって感じじゃなくて、の、友達っぽいんですね。そうなんよね。いいですね。だからもう、就職して、大人。ボーナスももらってるし、そんな、おいっ子から、のんのって言って。あ、いい、いい。でも恥ずかし、ちょっと恥ずかしそうにしてんのよ。あ、言うときに、ね、言うときに。だから、のんのんとかじゃなくて、のんのん。ちょっとピュッて短く小さい声になってんだけどね。いや、かわいい。でも今さらおじさんとは言えへんし、みたいな感じやろな。でもそう、やっぱりおじさんじゃなくてのんのなんですね、きっと、ね。いいじゃない。私は孫にはのんちゃんと呼ばせてます。おばあちゃんと一切言わせなくて、のんちゃんと言わせてるの。言わせてます。おばあちゃんでいいやんか。いや、ダメです。 まんまとのんちゃんって呼んで一生それで通したい。一生通すの。通します。へえ、はい、絶対おばあちゃんとは言わさない。言わさない。あ、おばあちゃん、うちまだひいばあちゃんがいるから。ああ、そうそう、あっちおばあちゃん。あ、そっちがおばあちゃんか。うまいことなってて。なるほどな。なんかあだ名って私いいですよね、やっぱりこうなんか関係性が近くなるとかね。あ、そうやね。素敵ね。いや、ありがとうございました。皆さんからいろんなメッセージをお待ちしています。日曜日の朝、あなたの心をほっと温めるのぶりんの熱々夫婦、最後までお付き合いください。この番組はバリューネットワーク、生豆腐の藤田食品の提供でお送りします。のぶりんの熱々夫婦。 AM1179、 FM906、 MBS ラジオからお送りしています。私のうふふ。皆さんの周りで起こった喜怒哀楽、聞くと思わずうふふっと笑ってしまうようないろんなお便りをご紹介します。そして番組で紹介したメッセージは、うふうふふうふふのうふふポイントで評価します。今週最もたくさんのうふふを獲得したお便りには、のぶりんの書特製ストラップをプレゼントいたします。はい、それでは最初のうふふに行きましょう。はい。岡山県瀬戸内市のラジオネーム、スノーラッキーハッピーさん。うわ、ありがとうございます。我が家はガレージに車2台駐車しています、はい、うんうん、狭いので、うん、壁と車の間を通るのに、うん、横歩きでお腹のお肉をむにゅっとしながら、はい、なんとか乗車していました。はいはい。
先日なんとなく横歩きをせず、まっすぐ試しに進んだら、は、何事もなく、いやすごい、通れるじゃありませんか。すごい。すっと通れることが分かって、はい、うふふとなりました。よかった。そうですか。こういうことって結構あるかもね。もう思い込んでたんですね。うん、通れないって。そう、この腹は通れない腹。だからこの方は男性ですよね。はいはいはい、はい、横にしてね。だから自分から見てるから、上から見てるから余計に、はい、このお腹がすごい大きく見えるんよ。ほな、ここの幅は通れるわけがないわと思って、で通らなかったんよ。苦労して横になってたのに、そう、何やったんやって感じ。何やねん。そのまままっすぐ歩いても通れるやんかっていう。あ、でもそういうちょっとわかる気がする。なんか案外そういうサイズ感って間違ってるかもしれませんよね。そうよね。いけると思っていけない時もありますもんね。うん。そうか。いや、まあでもよかった。じゃあそれで焦ったことかじゃなくて、うん、間違ってたってことですよね。そうですそうです。そうなん。じゃあこれからはまっすぐ普通に通っていただいてね。はい。はい、よかったです。じゃあ行きましょう。このお便りのほのぼの度合いは。よかったね。意外とスマートなんちゃう。意外といけた。そういうよくある話ですね。ね、うん、じゃあこちらもご紹介しましょう。こちらは、奈良県柏市にお住まいのズタボロヘアーさん、60歳男性の方からいただきました。ズタボロヘアー。それスカボロヘアーちゃん。ということですね。のぶりんのぶこさん、おはようございます。おはようございます。初めてメールします。ありがとうございます。セミの声もコオロギの声に変わって、朝夕は涼しくなってきました。セミがコオロギの声で鳴いてるってこと？それはない。あ、それじゃないんだよね。そうじゃないんですよ、うん。セミがコオロギに勢力が変わったんですね。うん、この夏、50年ぶりぐらいにセミ取りをしました。お、昨年まで虫を見るのも嫌だった。近くに住む孫5歳が、うん、我が家に来るたび、虫取り網と虫かごを持ってくるようになりました、うん、炎天下でのセミ取りは辛い反面楽しくもありました、うん、捕まえてかごに入れるとき大きな声で鳴いてうるさかったです。あ、泣くのはオス、男の子だけなんやでと教えてあげると、うん、孫がだから僕はいつもお母ちゃんにうるさいって言われるんやと言いました。その言葉を聞いて思わずうふうふとなりました。ほんまやな、かわいいこと言うね。かわいい、かわいい。いや、そうか、セミ取り。いや、でもセミ取りが虫取りの第一歩な感じですよね。そうやね。こう、クワガタとか。ああ、それちょっとレベル高いですよね。ああいうなんてね、最初捕まえるのがなんか、ちょっと触ったところとか動くからね。うん、ああ、難しい。で、痛かったりとかするのよ。確かに。うん。で、それなんか早朝にどっか行かなあかんとか、うん、やっぱクワガタとかカブトムシってその辺にいないじゃないですか。そうやね。だからクワガタとかでも、ね。掴むとこさえちゃんと掴んだら全然怖くないんだけど。ああ、首根っこのとこですね。そういうのをね、やっぱりね、うんうん、近所のお兄ちゃんたちが教えてくれたよね。あ、だからもうそういうの虫がやっぱ豊富やったんですよ、信郎さんの家の近所とか。そうよ、いっぱいいた、もうどこでも。今そんなにいないから、うん、セミぐらいしか。ああ、そうか。うん、まだこういい経験できてよかったです。もう可愛いですね。だから僕はいつもお母ちゃんにうるさいって言われるんや。うん、そう。ね。だから虫が嫌いやっていうことは人も嫌いになってしまいますからね。生き物から。生き物がね。なるほど。うん、嫌いって決めてしまうと。そっか、じゃあ案外。面白いとか面白い人とかも怨念嫌なやつやなと思ってた人も、うん、ゴキブリかっていいやつかもしれませんよね。うーん、カメムシもね。うーん、どうかなそれは。行きましょうか。じゃあこのお便りのほのぼの度合いは。みーみみ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 み、もうすぐ秋やな。これ、あ、あれなんだ、何ある、馬？違う。セミが羽ばたいてるところ。セミか。セミやか。馬が来たんか。さあ、今週のうふふ大賞なんですが。はい。そうですね。やっぱりそうだな、セミ取りの方のズタボロヘアさんに、はい、差し上げてよろしいでしょうか。はい。はい。おめでとうございます。おめでとう。
皆さんからもうふふなエピソードお待ちしています。以上、私のうふふでした。のぶりんの熱々夫婦、番組では私のうふふエピソードを募集中。あなたの周りで起こった喜怒哀楽、聞くと思わずうふっと笑ってしまうようなエピソードを番組までお送りください。メールは fufu@mbs1179.com、 fufu@mbs1179.com まで。豪華プレゼント盛りだくさんですよ。皆さんのお便りお待ちしています。思い出夫婦、あの日あの時あの音楽、このコーナーでは皆さんからいただいた人生の思い出にまつわる曲のリクエストをご紹介します。本日のリクエストのお便りはこちらです。堺市にお住まいのラジオネーム、秋には今年こそサンマが食べたいさん、女性の方からいただきました。食べたい9月に入り、やっと猛暑から解放されますね。夏こそしっかり栄養を取らなければと、私は夏痩せどころか夏太り気味です。こんな夏の終わりには甘酸っぱい思い出があります。40年前、思いを寄せていた10歳年上の彼から、はあ、この歌の意味がわかる大人になったらまた会おうねと言われました。結局それっきりでしたが、この歌を聴くたびに彼を思い出します。ではお届けしましょう。南こうせつ、夢人よ。素肌に片袖通しただけで、色とりどりに脱ぎ散らかしたゆかに広がる絹の海、着てゆく服がまだ決まらない、苛立たしさに唇噛んで、私ほんのり涙ぐむ。あなたに会う日の咲く花のように匂い立つ。この歌の意味が、分かる大人になったらまた会おうね。あ、ね、うまいこと言われましたね。うまいこと言い寄りましたね。言い寄りましたね。いくつぐらいの話なんでしょうかね。でもこの歌を聴くたびに彼のことを思い出すと。そうですか。なるほど、そういう手がありました、ね、そういう手さあ、この曲は南こうせつさんの1978年昭和53年の曲なんですが、南こうせつさんものぶろうさん一緒にお仕事とかされました？あ、そうですね、南こうせつさんちょっと先輩でしたかね。そうか、ちょっと先輩になられるんですね、じゃあちょっともしかすると今日のクイズは簡単かもしれませんが、さあここでクイズいってみましょう。南こうせつさんは40歳まであるものが嫌いだったそうです、はあ、それが40、50、60と年齢を重ねるうちに克服していったそうです。さあ、その嫌いだったこととは一体何でしょうか。お化け。40、50、60と年、いないいない、絶対いない、もう絶対いないってなったんですよ。違います。食べ物や。お餅。
お餅が喉に詰まりがちや。年取るにつれてちっちゃく喉を通るあの食感、なんかあれが嫌やった。なんかね、嫌やったけどもちぎって食べるとか覚えていったってことですか。奥さん、だんだん年を重ねる。違います。あのね、あることですからね。やることこれやるの、これやるの。あ、水泳。違います。いろいろ出てくる。それ野村さんのじゃない。違いますか。じゃあ乗ること。乗り物、乗り物、乗り物、飛行機やろ。ああ、乗り物とか分かる。なんかそんなことを有名なんですか。言うてたような気がしますね。有名な話かも分からん。そうなんだ。から沖縄公園も船で行ったそうですよ。遠いで、時間かかるで。東京からですかね。周りがね、大変やと思うわ。そうですよね、うん、もう時間、スケジュール、そう先にも飛行機でついてるのに。まだ高瀬さん使えへんとかね。明日ですよとか言って、明日の夜来ますよみたいな。明日になるんですけど、とかみたいな。そうなんだ。でもだんだん年を重ねるうちに乗れるようになったそうなんですが、うん、死ぬ時は死ぬっていうのが僕の口癖なんですけども、うん、運命に任せるのもいいなと思ったら怖くなくなったんです。これだけは神のみぞ知るですよねと。なるほどね。悟っていたわけですね。いや、若い時でやっぱり死ぬのって怖いじゃないですか。うん、怖いですよ。で、60ぐらい超えてくると、わあ、もういいか。そんなことないですよ。そんな言わんといてくださいよ。いやいや、そういう具合にだんだんと思えるようになってくるんですよ。だんだんそう、もう怖いものなしになっていくんですかね。うん、そういう意味では。そう。恐れが減っていくのかな、年を取ると。そうでしょうね。怖さみたいなのがなくなっていくのかな。いいですよね、それね。うん、ということで正解は飛行機でした。野村さん好きですよね、飛行機。飛行機僕ね、着陸の時好きなんですよ。あ、着陸じゃない。今着陸って言いながら飛び立ってます。離陸ね。離陸の時。行くぜっていう時が。そう、あの時が好き。飛んだみたいな。そうそう。フィー飛んだ。あれ、で、ヒューあの時で、ね。あの時が好き。降りる時怖い。降りる時、着陸が怖い。怖いですよね。ガカガカガンってなるのね。確かに。確かにね。いや、乗り揺れる時もね。揺れますよね。もう一回雷に、飛行機に雷が落ちた時があって、その時乗ってたとか。あるんですか？あります。揺れるんですか？そう。怖っ。それからもう、飛行機つかないかもわからないみたいな、雲が出てしまって。うわわわわわ、そういうの怖い。怖い、その時は怖い。旋回したりするんですよね。あとどんだけガソリンあんねやろうとか。わ、怖い。でも好き。でも好き、そうなんだ。離陸の時。離陸の時ね。だいたい離陸の時もオフとかでね、なんか遠いとこ行けるから、ゴルフとかあるしね、余計いいんですね。いいですよね。乗りたいですね。海外旅行早く行きたいな。ほんまやね、そうですよね。さあ、このコーナーでは皆さんからのあの日あの時に聞いた人生の思い出にまつわる曲のリクエストをお待ちしています、はい、今回リクエストをご紹介させていただいたラジオネーム秋には今年こそサンマが食べたいさんにはこちらです。 お肉のみやびやからプロが厳選した7000円相当の焼肉用のお肉を差し上げます、はい、美味しさのあまりご家族全員が笑顔になることを。もうサンマでなくてお肉、お肉、美味しいですから食べてください。ですよ。以上、思い出夫婦でした。ノブリンの熱々夫婦 AM1179 FM906 MBS ラジオからお送りしています。続いてはこのコーナー、聞き逃すサンデー。このコーナーは匠本舗の提供でお送りします。おはようございます。 MBS ラジオのしゃかりきプレゼンタービッグムーン大月こと大月勇です。信郎さん、遠藤さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、今日ご紹介するのはもう早くもたくさんのご予約をいただいておりますよ。こちらです。おせち通販で一番人気と大評判の匠本舗から毎年大好評のおせちのご紹介、料亭岩本監修の三段重おせち、匠のご紹介です。イエーイ。今ね、はい、本
当にたくさんのご注文をいただいております。すごい、でもみんなも分かってはる。分かってあるんですよ。ね、賢いんですよ。学習してまだ、まだでも歩いたら、汗かきますけど。まだそれがちょうどいい。なんですけど、え、いや、この時期から大事なんですよ。あ、そうなんですか。はい、もう匠本舗さんは、今のこの時期に、うん、まあ、どれだけ、まあ、準備すればいいかということで、数をしっかり、そうか。把握することで、まあ今、社会問題にもなっております、食品ロス。まあ、これもね、ギリギリまで減らすことができるんですよ。すごい企業努力。大事ですよね、企業努力。で、なんやったらね、配送なんかも、年末おせちをお届けするって、もうね、年末ってすごいんですよ、やっぱりいろんなもの。すごい見ますよね。そうね。で、それをちゃんと効率よく、はいはい。まあ、配るようにと言いますか、お届けするように、まあ手配できるわけです。なるほど。そうすると、ぐーんとね、まあお安く、皆さんにはご提供できる。今ね、こんだけ物の値段が。本当そうですよ。そう、高い。何でも上がってるからね。何でも上がってるから。ほんまに怖いですよね。まあこれ今、まだまだでしょと思っててもね、年末はあっという間に来ますんで、はい。すぐですもん。お正月になったら絶対おせち。いりますんで。いります。いる。今この時期に、もう一番安い時に、ちゃんといいおせちを、美味しいおせちを予約することが、これもう大事なんです。今ですね。なるほど。はい。ということで今日はですね、はい。そんな匠本舗から、安藤さんにスタジオにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。まあでも本当にね、たくさんのお電話、あ、そうです。もうどんどんなってまして、はい。コールセンターがもう、あーってなってます。やっぱりでも、皆さん賢いわけですよ。で、今日ご紹介いただくおせちはどんなおせちでしょうか。はい、本日お持ちいたしましたのは、累計販売数370万個を突破した、匠本舗のおせちの中でも、販売実績第1位、総合力が人気の、祇園料亭岩本監修の三段重、匠です。やったー。もう、そらわかる。370万個今までね。なんかさらっと言わはるからね。すごいことですからね。世の中何万個あるんかな。そうですよ。いや、もうこれすごい。その中でも販売実績が第1位の岩本監修の三段重匠。今、スタジオに、はい。運ばれてまいりました。わーわーわー、いやー、すごいきらびやかですね。いいね。三段？三段です。およそ。これ、6.5 寸の、うん。はい、そうなんです。お重に、もうこんなに、ぎっしり詰まってると。ちょっと見ただけでも高級食材がバリバリ目に入ってます。ありがとうございます。いや、もうね、隙間がないんですよ。もうそうそう、うまいこと詰めた。今回ね、もう詰め込む隙間が、もうこれ以上ないっていうぐらい、なんかもうデッドスペースにも、お料理が入ってます。閉まるんですか、このお重は。ちょっと、閉まる。閉まって。ぴったり、ギリギリまで。すごい、いや、見事ですよ。この彩り、うん、品数、うん、そして高級感もめちゃくちゃありますからね。はい、そうなんです。もうこのね、彩り、品数、高級感と三拍子揃った期待を裏切らないおせちと、もう多くの方にお喜びいただいている大人気のおせちなんです。はい。でも、これ、ね、食材をもうそれぞれこう丁寧に調理法も変えて、調理しておりますので、まあ、エビ、数の子、黒豆、おせちの定番のものはもちろんあります。はい。アワビ、カニ、ホタテ、金目鯛、銀だら、カキ、マダイとも高級食材が、これでもかと詰め込んでありまして、すごいな、全48品がここに詰まっているわけなんです。48品の。これ本当に美味しいんですか？いやいや、美味しいに決まってるやん。もう、間違いはない。いや、本当、それは食べてみんとわからんよ。食べたいねんね。食べたいね。この人は食べたいんですよ。食べたいでは、わかりました。試食タイムに参りましょう。やったー！今日は、またすごい試食ですよ。これいいんですか、試食。まず、これ、エビ、赤エビの、エビの塩麹漬け。はい、そうです。食べてもらいましょうか。はい、これどんなお料理でしょうか。赤エビを甘みが引き立つように塩麹で和えて、こう、旨みをたっぷり引き出すように調理させていただいてます。いただきます。どうぞどうぞ。これ、いわゆる甘エビとかっていう感じで、なんですね。そうですね。はい。それ赤エビね。はい。あー、これ美味しいで。コリコリ。あ、どうですか、この、甘い。ねっとりとしたこの、食感の赤エビに、この塩麹の、このコクっていうか、はいはい、エビの甘みもあるね。あるでしょ。もう日本酒ちょっとこう、ああ、もう、合うわ。これは合うわ。ね
甘いエビですね、これ。ありがとうございます。こんなお料理法初めて食べました。続いて参りましょう。ホタテ最強焼き。はい、こちら特製味噌で一晩じっくり漬け込み、一つずつ丁寧に焼き上げたこだわりの一品となっております。焼き上げたホタテですか。お味噌の風味が。わ、美味しい。美味しい。すごい柔らかい。ふっくら。美味しい。やっぱホタテはまた、味がね、もう噛んでいくごとに、そう、旨味が出てきますよね。もう飲みたくないぐらい美味しい。美味しい。飲みたくない。ずっとお口に。ああ、ありがとうございます。次の試食もすごいですよ。はい。カニのコーラ盛り。これなんかもう、料亭で出てくる料理ですよ。すごいね。あの、高級料亭、旅館とかで、あの、カニの、これほぐした身。そうです。カニのほぐし身と、濃厚なカニ味噌をブレンドして、はい、甲羅盛りにさせていただいてます。カニの甲羅に入ってるんですよ。はい。もう身が見えるし、カニ味噌とこれ、わー、混ぜて。いやー、いい香りする。うん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 。これはたまらんな。カニ味噌と、この、ね。はい。これ、ものすごい。もう最初からもう混ぜてくれたはんねん。混ぜてくれるんですよ。いや、もうこれ、そう食べるだけなんですけど。そうなんですよ。これもおせちに入ってるんでしょ、はい、これ、要は入れますよね、これ。すごいですね。このコーラのね、大きな身もいっぱい入ってますよ。すごい。これも、日本酒の扱いね。日本酒の扱い。すごい嬉しい。コーラに最後ね、日本酒とか入れて、また、コーラ酒みたいなんでって。そして、甘いものもね、まあ、おせち入ってますよ。私欲しい。はい。今日持ってきたのは、あんず博多っていう。はい、そうなんです。これ、干しあんずとバター風味の生地を交互に重ねて、ミルフィーユ状に仕上げた、ちょっとおしゃれな。シアンズとバターのそのミルフィーユ。はい。なるほど。そうなんです。いや、可愛らしい。色も綺麗。甘いんですか、これ。甘い。はい。さっぱりした甘みとね、バターの濃厚な風味が。ワインください。このワインが。アンズの甘酸っぱさと、この、バターの濃厚な。ワイン。ワインワイン惜しい美味しい。これすごいね、幅が広いね、いろんなものが詰め込まれてるね。すごいですよ。祇園の料亭さんのこれちょっとような感じもあるし。そうですね。ちょっとこう、はい。これは相当、まあプロでもね、素人はもちろん作れませんが。当たり前ですよね。なかなか作るのにも大変な。そうですね、やっぱ。すごい凝ってますもん、一品ずつ。おせち作りって言ったら、もうこれ、まあこれを、食材をまずこんだけ用意するっていうのも大変ですし、このお味を再現というかね、作るっていうのもやっぱ大変だと思うんですよ。やっぱりもう本当にね、そういう大変な労力と時間っていうのは、我々匠本舗に任せていただいて、もう年末ゆっくりゆっくりとこう、過ごしていただきたいなという思いで、ご用意させていただきます。お正月はね。はい。もうこれ食べるだけっていう幸せが待ってるって最高ですよね。早く来い来いお正月。そうです。早く来い来いおせちなんですけど、お届けは、そうですね。はい。お届けは12月29日から31日の間に、冷蔵状態でお届けさせていただきます。そのまま出したらいい。匠本舗さんの場合は、その、いついつ届けますよという、ちゃんとお知らせも来ますんでね。はい。まあ、その、もう楽しみに待っていただきたいと思いますが、これ冷蔵でお届けということなので、まあ、楽ですよね。そうですね。解凍とかしなくていいですね。そうそうそう。時間かかる解凍。冷蔵状態の綺麗に盛り付け済みでお届けさせていただきますので、盛り付け直しや解凍する手間が一切いらないんです。こうだから来たら、もう蓋開けて、もうアワビやカニや。本当、本当期待しといてほしい。金目鯛。いや、我慢できるかな。ほんまや。お正月まで。本当明日、明後日ぐらい。食べてしまうんちゃう。そういう方いらっしゃるみたいな。確かにいらっしゃるんですよ。別にお1日にならなくても、もう慣れた大晦日かとかでも、もう我慢なら言うて。もうテレビ見ながら、お酒飲みながら、もうつまんでいこうか。紅白歌合戦。はいはい。見ながら。いや、我慢しようよ。やっぱり元旦に開けようよ、蓋は。まあ、でもね、これはほんまに見事なお料理がぎっしり詰まっております。ありがとうございます。見せたい。本当見せたい。ただ、今ね、本当にあの皆さん心配は、こう、物の値段が上がってまして、おせちも、年々高くなっております。はい。おせち市場、すごい高騰してるんですけど、まあ、
たくみほんぼさん、はい、今回も頑張ってくださってるんですね。はい、もう物価が高騰していると言われておりますが、頑張らせていただきます。はい。通常、税込み 18,800円のところ。ちょっと待ってください。それでもういいですよ。通常 18,800円。ありえない。はい、そうありえない。それ、もうこれでよろしいやん。いや、ほんま一段1万円。いや、もう今やったらもうそれ以上以上って言われてる時ですよ。これが 18,800円。もう十分じゃないですか。なんですが、おきて破りの、おきて破り、はい、ラジオ限定特別価格、はあ、なんと4800円もお得な、税込み14000円でのご提供です。うん、いやー14000円はい。そして、さらに送料は匠本舗が負担させていただきまして、無料とさせていただきます。送料無料はい。ちょっと待ってくださいよ。これ。嬉しい。三段重が14000円ですか？安すぎる、はい、!4800 円で大きいですよ、これ。めっちゃ大きいですよ。なんかお酒代にもなるし。もういろいろ買えますよ。いろいろ買えますよ。いや、ね、送料もこれ、だって。送料でもいろいろ買えますね、はい。そうですよ、はい。これはめちゃめちゃ。だから、14000円ぽっきり？はい、そうです。14000円ぽっきりで。電話してほしい。さらに、さらに、はい、今から30分以内のお電話で、はい、北海道産たらこ昆布馬にもプレゼントさせていただきます。これ大事だよ。この佃煮大好き。ね、熱いご飯にね、ご飯何杯でも食べられる。お酒飲んだ後ご飯食べる時。いやー、これはお得やなー。いや、そらせやはすごいわ。でも、はい、いや、それでも正月の、その、予定はまだ決まってないわという方いらっしゃると思いますけれども。はい、そうですね。慎重な方ね。はい、ただ、10月31日まででしたら、うん、申し込み後の、注文のキャンセルも無料で溜まっておりますので。優しすぎる。優しすぎる。はい、優しさも詰め込んでる。はい、優しさいっぱい詰まってる。すごいな。もうお電話をね、いただければと。もうこれで決まりですやん。いや、今、電話したい理由がなんかないですか。理由ないですよね。ないですよ。ほんまに、まあ、おせちも、お得も、優しさも、美味しさも全部たっぷり詰め込まれました。このチャンス。お問い合わせはこちらでございますんで、はい、皆さん、メモのご用意、忘れないでください。なんか手が震えますよね。いきますよ。はい。フリーダイヤルです。はい。0120-682-682。覚えやすい。はい。0120-682-682番でございます。今日は匠本舗の安藤さんにとってもお得な情報をご紹介いただきました。安藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんからのたくさんのお電話お待ちしております。以上、聞き逃さんでのコーナーでした。ナブリンの熱々夫婦AM1179 FM906 MBS ラジオからお送りしています。さあ、ではここでのぶりんあのねのコーナーに行ってみたいと思います。はい、今日は松原市にお住まいのラジオネームセピア色さん、55歳女性の方からいただきました。のぶりんあのね、うん、お盆休みに写真の整理をしました。はい、ネガもたくさん残っていたので処分しました。あ、写りの悪い写真はシュレッダーにかけてすっきりしました。あ、そうやね。20代の息子たちはネガフィルムが面白いらしく、ペラペラと裏や表にして眺めていました。ああ、そうか。若い人はネガフィルムとかっていうのも知らんもんな。見たこともないのか。そうですよ、よっぽど写真が趣味の方以外はね、うんうんうん、見ないですもんね。そうね、写真の整理ってしないかなとは思うんですけども、たまりすぎて。でもね、いざするとね、はい、これも残しときたいなとか。ですよね。あ、残しときたいのと、それからもう捨てようって思うところの間に、って考えるから、ものすごい時間かかるね、これ。かかります。ね、もうほんまに私もまだ袋に残してんのあります。あ、子供小さい時のやつとか。あ、そうやね。選抜できないんですよね。そうね。で、何を基準にして考えるかとかね。そうなんですよ。別にいらないっちゃいらないんですけどね。だから年賀状なんかもね、あ、家族写真が、写真が載ってる年賀状は残してしまうんですよ。ね、残してしまいますよね。ね。わかる。なんか、その写真っていうのを捨てるとなんか何やろう、なんか抵抗ありますよね。抵抗あんねんな。だからスマホのデータの方がまだ消せるかもしれない、なんか。ああ。何やろう。そうやね。スマホの方がね。
消せるかな。でも溜まってますね。あれ、せーので写真撮るときに、もう一回念のため言って3回ぐらいありますやん。うんうんうん。ほんな同じの3つぐらいあるじゃん。あ、それやいらんやろ。いらんのに選べないことないですか、うん、ちょっとだけ角度ちゃう。これどっちが。でもこの人目つぶってるけど、この人はええ顔してる人。すっごい悩んで、ちょっと、まだ3枚。だから人に選んでもらうとかね。もうそうしたいですよ、いっそ。もう誰かに、あ、写真整理屋さんだったらいいかもしれませんね。写真整理屋さん。もう変なん気しますよって、バサ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 って、プン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 削除ってしてくれるっていう。それ、いいかもですね。そうね。あの、時間がね、もったいないよね。時間がもったいない。まず、そうなんですよ。整理している時間がね。そうですよね。もう先に進んでいきたいですよね、うん、過去の整理よりね。はい。皆さん一緒だじゃないですかね。わかります。ね、わかります。セピア色さんにも、ノブリンの書、特製ストラッププレゼントしますので、待っていてください、はい。ということで、そろそろお別れのお時間です。はい。皆さんも私のウフフのコーナー。はい。聞くと思わず、ふっと笑ってしまったエピソード。はい。お送りください。ノブリンの書、特製ストラップかわいいですよ、プレゼントです。はい。そして、思い出夫婦のコーナーは、人生の思い出にまつわる曲のリクエストをお送りください。こちらは美味しいお肉を狙ってください。はい。それではお別れでございます。お相手は原田信郎と遠藤信子でした。それではまた来週です。ごきげんよう。さようなら。この番組はバリューネットワーク、生豆腐の藤田食品の提供でお送りしました。宇宙怪獣兵器と犬が吠える。飛ぶには僕のジャンプ力とカエルがなければ、ああ私の羽もよとアヒルが叫ぶ。最高最高、みんな準備はいいか。愛言葉は愛言葉は愛言葉は。猫ニャンニャンニャ、犬ワンワンワン、カエルもアヒルもガーガーガー。これで全部か、みんな揃ったか、他にいないか。サルキャッキャッキャ、ヘビニョロニョロニョロ、ジャイアントババもオープン。